はい、こんにちは。ライトクリニックの医師の吹田です。マネージャーです。私今回先生に聞いてみたいことがあって、先生ってスタイルいいじゃないですか。ずっとこの体型やったんですか？いや、まあ20代前半の時は結構もう顔もパンパンでお腹も出ててっていうことで、今やったらちょっと想像できないかなと思うんですけど、だいぶ痩せました。80キロぐらいあったのが70キロ弱ぐらいのダイエットを成功してます。すごい痩せましたね。ちなみになんで10キロ痩せたんですか？まあ、当時付き合ってた彼女に、はい、まあ、急に振られて、まあ、自然消滅みたいな感じでさようならって言われて、その時なぜっていうのがすごい気になって、すごいいろんなことを考えて、まあ、エピソードだったり思い出してて、あんまり思い浮かばんで、まあ、もやもやした気持ちになったんやけど、まあ、次の彼氏をちょっとリサーチしたところ、すごくガリガリで、あ、これ俺が太ってたからちゃうかなと思ってダイエットしようかなと思いました。そうなんですね。先生はそれで痩せてからは結構モテるようになったんですか？太ってる時よりやっぱなんかね、やっぱ自分にも自信がつくし、前に出れるようになるので、多少は。よかったですね。ちなみにどうやって痩せたんですか？まあ、運動とやっぱ食事で、まあ、もう食生活がめちゃくちゃやったんで、まあ、夜中にラーメンとか食ったりとか、寝る前にもうバカ食いしてたし、まあ、朝も昼もジャンクフードみたいな、まあ、栄養バランスも全く考えてなかったんで、まあ、まずそこをちょっと勉強して直したと。あとはもともと体を動かすのは嫌いじゃなかったんで、筋トレをまあ週 1,2 ぐらいでし始めるようになって、みるみる痩せるようになりました。ちなみにどれぐらいの期間で痩せたんですか？まあ、3,4 ヶ月ぐらいで10キロぐらい落としたかな。その時は結構いいペースですね。そこからまあリバウンドもせずに維持しているような感じで頑張ってます。先生ががっつり痩せた時の食事内容を具体的に教えてください。もうめっちゃハードにやってたで。朝はまあ卵2個とおむすび1個、昼はサラダチキン、夜は、まあ、白菜の鍋とか食べて、まあ、お腹を満たしてた感じ。でも実際こういうダイエット専門のクリニックとかだったら、食欲を抑える GLP-1 だったりとか糖の吸収を抑える薬とかあるじゃないですか。そうだね。当時はそういうのとかね使ってるわけじゃないから結構しんどいですよね。僕が痩せた時なんて、まあ、20代の前半なんで、まあ、そのね薬とかも全然なかったんで、今やったらやっぱもう薬に頼った方が絶対楽。糖質って食べたらまた糖質が欲しくなるから、最初の初期だけ薬で食欲を抑えることによって、食事量を減らしてお腹をすぐに満腹にするようなお薬があるから、それを使ったりとか、まあ、糖質オフ、例えばもうどうしても糖質が食べたいってなった時は糖質の吸収を抑えてくれるお薬やったり、逆に脂質、焼肉とか、まあ、唐揚げとかすっごい好きな人に対しては脂質の吸収をオフするようなお薬があるから、医療の力に借りて楽にダイエットできる時代になってるなっていうのは思いますね。今はもうきつい食事制限とかしてないじゃないですか。今はまあ維持っていう感じでずっと体型維持されてて、どんな食事今してるんですか？筋肉量っていうのは落としたくないから、まあ、タンパク質は多めに取るように意識してる。ただタンパク質って不足しがちな、あの栄養素やから、プロテインとかね結構頼っちゃってるかな、俺は。朝はプロテインってことですか？今は結構運動する習慣があるから、まあ、朝プロテイン食べて、まあ、あの昼はあんま気にせず食べる、夜も食べるけどやっぱ糖質は少なくしてるかな。先生めっちゃ普通にマクドとかも食べてますもんね。そうだね。スタバとか甘いやつとか、ね、全然食べてますよね。今でも糖質食べるけどもう全然太らなくなったね。年齢で基礎代謝下がるけどリバウンドしてないね。先生食べるんよく噛みますよ。めちゃくちゃ噛むで。俺噛んだらやっぱね満腹中枢って刺激されるから、できるだけ噛むようにしてる。血糖値上がりにくくするっていう目的でもやっぱ噛むっていうのはすごい大事だから。だ、ね、私も普段からよく噛むっていうのは気をつけてますね。よく噛みましょう皆さん。まとめると、ダイエットをしっかりしてた期間っていうのは糖質をしっかりオフして、でカロリーを制限して運動もする、維持の期間っていうのはタンパク質を取りつつも昼とかは好きなもんストレスなく食べて、夜は早めに食べて、よくめちゃくちゃ噛むっていうことでよかったですかね。ということで今回はダイエットクリニックの先生にダイエット中の食生活だったり維持している普段の食生活をお伺いさせていただきました。いいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。